ブラックバス担当で釣れるかやってみます。じゃあブラックバス担当で釣れるかスタートです。担当で釣れたらジュースをもらってもらおう。わかりました。担当チャレンジいきますか。お願いします。で、根がかっちゃったら罠。あ、やらかしたっぽい。1投目で根が、あと2投しかない、はい、1投目はまさかの根がかりの根がかりかのスタートです。さあ、得点はできるのか日本。さあ、もうこの一番やりたかったこのパンプ、はい、上を今走ってます。あ、追い込まれた日本。いきなり追い込まれました。担当チャレンジあと2投移動しようかな。何これ。裏に一刀使っちゃいました。あ、首が切っちゃった。動画勝てない。え、橋本選手動画勝てません。リーダーを勝てる。あと、いきなり、はい、これは休ませる感じになる。一回これで仕切り直して、仕切り直しです。はい、担当連続寝かかったらすごいです。アホみたいな。オンゴールオンゴール。担当で釣れなかったら田中さんにこのケースをあげます。かっこいい色で送らせて。かっこよくないですか。中身あげないですよ。えー、えー、じゃないですよ。担当釣れないだけでこれあげるとかって。地獄ね。とんでもない赤字ですよ。とんでもない赤字ですよ本当に。でもそのケース、ね、売ってるんですか。売ってるはずです。あ、でも松のコーナーとかちょっと見ないと、はい、ご飯マニアックスとかにあったりとか、いっぱいあると思う。あ、あと一部で何もせずに一番の席に座っているだけでケースがもらえる、すごい状況になってまいりました。何が起こっているんでしょうか。余裕で釣れるしとか思ったら寝がかりました。いやいやいや。FG 君のいや、サージです。あ、はい、FG をこの、はい、このクラスの糸で組むのでめっちゃコスパ悪いんですよ。はい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 。FG 組むのは 1.75 以上、メインライン 0.65 以上になってから、0.2 から0.4クラスで FG だと、はい、ちょうだるいじゃないですか。そうですね。
新品に持って帰った方が早いよ。うん、まだ。もうサージェンスでも60切ってるから大丈夫。はい、大丈夫大丈夫。ああ、運命の2投目。今ちょっとビッて外側に投げました。はい。運命の2投目が今目が立って、今上走りましたよ、ね、3投目はインサイドになる。はい、あ、次の1投で勝負が決まります。どこから言い出して楽しいことになってるか。ドラッキングとかしだします。釣れるまでまだ生きておりま、大丈夫、わかります。クソ野郎になります。何か今の流れでいくと、はい、ブラッキングやりますって言って何メートルか後に目がかりが張ってるなんでだここに来るんだ。あれはどっちに来るのか。もう本当にドラッキングしようかな。あ、はい。ケイスキープドラッキング大丈夫。ドラッキングルールない。よしひろ、三島子ってロープが筆あるから、はい、途中あの距離は限られちゃ う、 そう、終わりは来るね。そうですね。ずるい。ドラッキングしよう。一投は一投だった。はい。全然ドラッキングが必要ない推進で今やってます。キャットを稼ぐためだけに。追いつくすぎます。絶対こんなの自分を追い詰め出した。キャスティングでいいですからね、これ。お、いい場所がいい。ここに、いい影が。あれはヘラです。あれヘラっすか。あれヘラ。こんだけ距離取るわ。あ、ちょっと。こんぐらい離れちゃうと思う。おっしゃ。危ない。ケース取られるところだった。すげえずるいやつだと思われそう、これ釣れたけど。いや、でも別にカットぐらいの距離ですよね。はい。確実に取りに行く。上に触った、魚に触ったから一匹。はい。いいですよね。ああ。で、じゃ帰りにジュース飲みます。いただきます。じゃあねいやマジ魚釣るんだったら本当にそんな今難しくない。ミノだったら簡単ですよ。いや、まあ、すぐ釣れますね。ワーム代かかんない。今浮いてるんでこれ使うんですけど、はい、今月でも後半になってきたらバルナの。ああ、今すげえ浅いとことかカバー周りやるんで、うん、フローティングのモデルで、はい、でさらに針1個ちっちゃくしてめっちゃ浮力を稼ぐみたいな。はいはいはい。止めてる時も結構なスピードで浮くようにしちゃう。それで
プロの技なんですよ。なんかしばらく釣れてない風に言われちゃったから、いや、いつでも釣れるんですよっていうところを見せようかなと。スティックで反応してたやつをちゃんとトリプルフックでかけにいってる感じですか。そう、あのワームもパンパンってやってる時も食ってるじゃないですか、はい、もワームなんか針出てないから、はい、瞬間で食っても乗らんやつが、はい、針飛び出してるの、乗るっていうだけの、あっという間ですね。よかったですね。よくよかった。ちゃんと出てる。あ、俺なんかよくわかんないけど、キックスもらえるんだぐらい。いや、もうあげる気がないってこと。担当ですから。ちゃんとあったってよ、また。いやー、なんて言ってます。変な意味じゃないですけど、はい、変な意味じゃないですけど、うん、缶釣りとかじゃないんで、と思って。これでもちょっとしんどくなってきたんだけど、あの、もうちょい前だと、キックスに、軽く20本ってかもしれない。でも、ダムフォーでこれから担当で釣りますって言ってないですよ。お、追ってる追ってる。あ、あ、めっちゃ追ってる。入っちゃった。あの、こうパターンも。あの、冬のみたいに、間とかもじゃない。はい。ペンペンしてるから。結構、まあ、ちゃんと飛ばさないとダメです、今。はい。釣れるんだったらやらなくていいと。どうせ困ったらやるんで。